ジェシー・ゴードン・スペンサーは、オーストラリアの俳優。ドラマ、ネイバーズのビリー・ケネディや医療ドラマ、ドクター・ハウスのロバート・チェイス医師役などで知られる。オーストラリアのメルボルン生まれ。彼には3人の兄弟がおり、父は会業医をしている。兄2人も、父と同じく医師を職業としている。1994年から2000年までの6年間の間に演じた、オーストラリアのドラマ、 ネイバースのビリー・ケネディ役で認知されるようになった。その後、映画、神学校の詩、アップタウン・ガールズ、スイミング、アップストリームなどに出演。現在はアメリカ合衆国に活動の拠点を移し、医療ドラマ、ドクター・ハウスにおいて、医師ロバート・チェイスを演じている。2006年には、同ドラマで同僚の医師を演じているジェニファー・モリソンと映画、フローリッシュで共演した。 2006年12月末日、ドラマ、ドクター・ハウスで共演しているジェニファー・モリソンとの婚約を連名で発表。しかしその後、検討の末、結婚を取りやめることにしたとして、両者の婚約は解消された。音楽家として、バイオリン、ギター、ピアノを演奏する面も持つ。しかし、兄二人が父と同様に医者であったために、家族の中では一人浮いていたのだという。 ABC FOX Japan ドクターハウス2007年12月28日閲覧。シネマトゥ a t ハウスのジェニファー・モリソンとジェシー・スペンサーが婚約。2007年12月28日閲覧。シネマトゥ a t ドクター・ハウスのジェニファー・モリソンとジェシー・スペンサーが婚約解消。2007年12月28日閲覧。一風変わった。 メディカルドラマドクターハウス放送開始から15年。キャストの近況はライブドアニュース。ありがとうございます。